すがる地球村、今日はゲルに泊まります。一人には温泉、そしてゲルはあちらにあります。地球村受付の入り口、ここから右に行くとゲルがあるので進んでいきます。さっきのとこから進んでくるとオートキャンプ場入り口、そしてこっちにはすでに白いゲルが見えます。我々はこの奥のゲルに泊まります。では行ってみましょう。手前側にある白いゲル、こちらは電源灯がないため1400円で借りられます。では我々の方へ行ってみましょう。我々のゲル、室内灯電源付きで4500円、よく言えば温泉券もつけて欲しかったですね。では会場をお願いします。はい、南京錠なのかオープン。オープン。オープン。めっちゃ勝てんやん。勝て。部長。おお、綺麗。すげえな。あ、綺麗な。結構クレーだ。ライトは？あ、これライトかな。あ、ぽいな。ライト。ライト。はい。おお、可愛いライトつきましたね。結構綺麗でね。いいじゃん。簡易的なベッドあるっつだけど。うん。もう普通のベッドじゃね。まともじゃん。行くね。しかも延長コードもあるじゃん。せば電気も増え助かる、ね、あるある。延長コード一応持ってきたけど、なんだぞこれ。ちょっとサテンのゴージャスな感じ。あれでね、あっちのお風呂あったじゃん、うん、お風呂あるはんでさ、ノリジーほら今日着替えねばこれまとっていけばゴージャスだじゃん。でこっちにはこれ何？モンゴルの伝統的なテーブルなんです。何だべな。で、これモンゴルの伝統的な椅子なんだべよ。これ2種類ある。ほんとだ。これ何だべ？こっち椅子で、こっち何？こっち。ミニテーブル。おお、どうだよ。なんか違うな。うん。へえ、すげえ。で、これはモンゴルの伝統的な柱かもしんねえ。上の、な。ポセイドン。ポセイドン。トライデント。トライデント。で、まあ、薪ストーブもあると。でも中で調理してもうまいんでしょ。うん、うまいって言ってたよな。これ調理してくださいの。だよな。置き場だもんな。で、薪を使うときは1000円払うと。うん。これは？これなんだ。はい、お願いします。ん？下でね、ここでね。こっちか。うん。こんにちは。あ、壊れそう。壊れ。ここは。お、お、そういう風に開くんです。お、これ取れる。あ、取れる。これモンゴルの伝統的なタンスの鍋が。何なんだろう。巻き入れ？巻き入れなのか、ここに荷物入れれるのか。何だろう。で、これモンゴルの伝統的な絵画なんでね。伝統的な絵画なんです。うん。ただで知られる絵画鍋。面白いな。おお、こんな感じなんだね。あ、厚さもなんかある。ゲト箱かな、あれ。あ、ぽいな。お、これは？俺もモンゴルの伝統的なゴミ箱なんだべな。安い、普通の日本で安ぐってるゴミ箱。100均で。うん。こんにちは。お、軍手。これはあの、あれが、なんつう、取って。うん。あ、何のやつだろう。暑い時の用の。で、これ耐熱棟梁。おー。うん、黒。うん、黒。うん。こっちは、こっちはゴミ袋。かっこ仮。仮受付でもらったもんなだって。ねえな。ここは。せーの、おお、スリッパ。これは立ち入り禁止。確かに入れないな、ここだもん。うん、で安全ピン。安全ピン。うん、安全第一って判定だ。ね、うん。じゃあ閉めましょう。はい。はい。では荷物入れで楽しむか。なんだ。楽しんでしまうか。はい。お、ちゃんとあれだ。ほら鍵もかけれるよ。本当。うん。セキュリティ万全だな。開けにくい時点で割といいかったけど、本当。指紋認証も通じなんでな。なんだろう。よし、じゃあ荷物を入れましょう。はい。
キャンプ場の前にはジュースなどの自販機、そして津軽豚と書いたホルモンとか水餃子、漬物、あとはサガリなどがありますね。寒いのでまずストーブつけましょう。はいはい、開けてください。開けて、はい、どう高木は調子いい？うんはい、でこれたらこ、たらこ、はあ、たらこありまし、何もこれじゃないんだべ、とりあえず並べればいいんだべ、何もか、あ、そういうこと、はあ、これでもう打ちそうだよな、うん、隙間さで割れてる薪を置いて、はい、オッケー、チョコどう、軽く弱い、チェカマ100均のもんな割り箸が燃えてきたけど燃えつきそう、うん、一応でもマギさんもなんか言ってらな日、うん、言ってら、あ、やばいんじゃねえか、あとこれ閉じればもう完成だべ、いける、うん、ほら煙突効果で、おお、なるほど、いいんじゃないですか、じゃあ準備しましょう、はい、ゲルの中で調理ができないのでゲルの外でやります、寒いです寒いなひっくりできたしな、なあ、火ついてるんです、ついてろ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 、弱火よ、マックスで、ほんと、アヒージョの具材が入りました、オリーブオイルもふつふつきてます、もう少しできそうですね、楽しみです、アヒージョが完成しました、そしてゲル代は調理ができないのでとりあえず出来合いのものをいっぱい買ってきました、はい、どうですかこの食卓は、いいんじゃないですかご飯は一応これを炙り焼きのしめ鯖のお寿司、うん、じゃあお酒開けてください、のりじレモンサワーだべ、豆レモンサワー、うん、濃いめの、まあ、この白石麻衣氏と西野七瀬が CM やってるこれを開けてください、 いいですか、はい、どうぞ上手に開けてください、います、はい、おお、弾けた、結構冷えちゃうんだね、あ、いや、キンキンに冷えちゃうかも、お、いいね、いいね、お、来た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 、いいね、じゃあ乾杯しましょう、はい、乾杯、乾杯、うん、冷えててうまい、で、ジョッキ缶買ったのに一応でかいジョッキグラス持ってきたんでこれに入れたいと思います、注いでください、いいですか、はい、お願いします、いきます、はい、おお、いいね1リットルだはんで足りないっていうな、な、じゃあもう一回乾杯しましょう、はい、はい、いきます、乾杯、はい、うん、やっぱジョッキ缶もいいけど本物のジョッキの方が美味しいですよし食べようぜ、はい、アヒージョ食べてみてください、あ、エビいただきます、はい、どうかな、あか、熱い長見松、うん、アヒはもう火取ってる感じ、途中、全然途中、全然途中、わかりました、じゃあ守っておきます、うん、何食べるかな、人参から食うかな、桜人参メインだべ、メイン、あ、これ熱いべ、多分熱そう、出来飯でちょっとここで割っていい、うん、おお、いいで、いただきます、うん、あ、熱い、うん、どう、塩気まだ足りない、うん、まあ素材の味って感じでもペッパーキャロットなんですよ、ちゃんとまあ胡椒な胡椒人参な朝日も飲んでクラフトビール日本も飲んでノリジもいっぱい飲んで、うん、結構出来上がってきましたね、はい、でここに来てアンドスネグです、イエス、西海岸の鰺ヶ沢のお酒です、じゃあ注いでください、結構冷えちゃうやん、キンキンに冷えてやがる、指差し込んでたもんな、な、
あ、いい音しちゃうな。これは青森の有名なおちょこ。おちょこ、うん、これブナだったかな。でこっちがねぶた。お願いします。いきます。はい。おー綺麗。踊っちゃうな。これは。おー綺麗。踊っちゃうな。踊っちゃう。それなんだっけ、本醸造進行とかで選んでね。ね。でろ。うん。本醸造進行。辛口だわ。あんたか。辛口だ。じゃあいただきましょう。いただきましょう。はい。乾杯。乾杯。もうこれでもすっきり。うめえ。うめえだ。冷え汁だ、うん、水だな。水だな。じゃあ水を飲んで、うん、酔っ払いましょう。はい。お酒も飲み干してしまいました。そして宴も終盤の手前になったのでおやつタイムです。しょっぱいのだけだと飽きるんで甘いのも。ではお水を飲んでアルコールを抜きましょう。たくさん飲み食いしました。そろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。朝が来たようです。確認してみましょう。オープン。素晴らしい朝が来ていました。岩木山のてっぺんには少し雲がありますが、朝日が当たって赤く輝いています。最高の天気です。岩木山もくっきり。昨日正面しか見えないけど横はこんな感じ。後ろに煙突が出てるよ。こんな感じなの煙突。なるほど、かわいい。真後ろを見てみるか。真後ろはこんな感じ。煙突があって掃除の棒もある。なるほど、こんな感じで寝ずステージだな。なるほど。ちなみにもう一個の方のギルは真ん中に煙突があるっていうね。面白いな、全然違うんだな、うん、お四方から支え重要。奥のギルのさらに奥には鎌倉みたいなのがあります。あれはイグルーです。以前入った動画があるのでそちらをどうぞ。結構広いぜ。真っ白で全然わかんねえ。でもこれやっぱ隙間あるもんな。四角とか積み重ね重なんで、うんうん、片付けも終わり、来た時より綺麗になっているはずです、多分。では外に出ましょう。はい。何して。はい。はい。OK ですか。これで完璧。完璧です。ではこれで本当にじゃあお邪魔しましたでな。な。お世話になりました。お世話になりました。以上。津軽地球村のゲルでした。